おはようごござざいいますますす塾ので実はですね、昨日かな、一昨日かな、あのー、実はものすごく大きなね、えーまあ、転換日といいますか、得意日だったわけですよね、まあ、これはね、あるね、世界的なうん巨額投資案件の、まあ、振り返り日といいますか、もうジャッジメントで約束の日だったわけですよね。 えーと国内のではありませんえっ、ー、とねどこの国だったかな人忘れましたけども <laughs> えーと暗号通貨系なんですよ暗号通貨系のファイナンス系のなんか、ね、巨額投資案件だったんですけどもまあこれがね、えー、昨日出金が可能になるはずだったんですけどもならなかったですねこれはかなりの被害者が出たんじゃないかなと思いますまあもともとは7月に出金できるよっていうことだったのが伸び伸びになって12月の 3日だよって言って結局12月の3日もできなくってっていうことでねいやすごいなと思いますねしかもここの中に入ってる資金って自動的になんかねそ財団に寄付されるみたいなねそんなこともあってみんな慌ててね追い金をして要するにプラスアルファでお金を払って引き出しにものすごくかけてたんですよねだから結局ねその飛ぶ案件が最後にもう そそここのまででお金を吸いい上げて飛んでいくみたいな構図が見えてくるんですけどまだ分かりません <laughs> まだ分かりませんよあこれ例のやつじゃないですからね、まあ、こういうふうなあの投資案件が飛ぶっていうことはね結構あるわけなんですよ例のやつじゃないですようんあれじゃないですかねあのこの巨額投資案件が飛ぶってことを考えていれば頂点リスクヘッジをしてるわけなんですよこれが飛んでも大丈夫なようにリスクヘッジリスクヘッジはどういうことをするかっていうと飛んでも大丈夫なような金額しか預けてない人は あやられちゃったねでいいんでですよでもとんでもない金額を預けちゃった人こういう人はねやっぱり金融の見識がちょっと薄いと言わざるを得ないかなと思いますあのどんな投資かもリスクヘッジかけてるんですよそして無茶な金額いきません全資産の1%とか2%で勝負するわけなんですよだから投資案件が何個か飛んでも大元はあんまり崩れないっていう9割以上はあ全然資産関係は壊れてないっていうことになりますよね,それかですねもし ほとんどの金額を言っちゃう勝負で大きな金額をいってしまうとしたら別のリスクエッジがしてます、これがだから、お話しする2つ目なんですよ、別のリスクエッジってのは、いつでも投じた金額を取り戻せるスキルを持っているってことなんですよ、そこでお勧すすめしていたのが FX であり、それから、ね、YouTube という、ね、別の場面なんですけども、おはようございます、矢野さん、おはようございます、ンさん。 であの投資案件というのは人にお金を預けてそして期待する待つだけになってきますから自分のアクションというのは何もできないんですよでも FX というのは日々勝負ができます自分の力に合わせて収入が取り出せるわけですよしかもそこにはロックがかかることもありませんしおかしな制約もありませんので金融庁から保証されたあ相場からですね日本の銀行にお金を入れてそしてそのお金を自分の手に入れることができるんですごく安心ですよね、えー、それからですね あのスキルをお金にすするっていいうのは元手がかかんないわけですよだからこちらの方も育てておく必要があります要するにリスクエッジっていうのは別の分野で育てていきましょうってことになってきます今日はちょっと YouTube の話しましょうかねあの YouTube でお金を稼ぎたいと思ってる人ってのは結構いると思うんですよ私も今ねチャンネル登録が1万人ぐらいになりまして動画のアップロード本数も1万本以上それから非公開の動画を合わせると3万本くらいになります この時点での11月末の収入が10万円ちょっと切るぐらいですね9万3千円ぐらいになってましたからねでこの量をやって <laughs> 9万3千円かと思ってあそれでも行こうかなと思う方は行けばいいと思いますしあちょっと無理だなと思う方は別の方法を探す別の方法もねいろいろありますから探していただければいいと思うんですけどもさあじゃあね YouTube を作るときにどんなスキルが必要なのか5つ今日は紹介します YouTube を作るためには動画を作る編集のスキルがありますよね 編集の私はね作業あんまりしてませんけどもやっぱりね多少は編集する必要が出てきます全く編集なしっていうのではずっとはできないですね1万本はできないですそれから2つ目はあの機材の購入っていうのがありますよねやっぱりなんかこう今はスマートフォン1本でいいんですけども声が聞こえにくかったら 1000円か2000円のマイクぐらいは買わないといけないかなっていうのとやっぱり1000か2000円のマイクスタンドぐらいはいるんではないかなと思いますよねで3つ目ってのはどんな内容を話すのかってことが思い浮かばない方は台本を作る必要がありますだから台本を書いていくっていう必要がありますよね私はもう全然ないですけどもあのカメラ、ね、電源入れたら話せますけどもほとんどの方はいきなり喋るっても難しいんで台本を書いていく必要に迫られるんではないかなと思います神宮さんおはようございます <laughs> であとはね継続に必要な資金です いきなり YouTuber やるぞって言っても来月とか再来月からいきなりね収入が上がるわけではありませんおそらくですね早い人でも3ヶ月とか遅い人では1年かかっても収入になるためのチャンネル登録1000人っていうのが起きないと思うんですよ、うん、だからね、えー、必要な活動資金っていうのはいりますねその間の生活費とかね運転資金っていうのはいりますねいきなりは無理ですいきなりはやらないでくださいねで最後なんですけど5つ目なんですけども、えー、やっぱ批判に対する精神力っていうのはいりますよね 継続の精神力のほとんどがこれです。人にどう思われるかな？とか、会社に怒られないかな？とか。うんで身内に変なこと言われないかな？という風な精神力で戦っていかないといけないんですよね。だから、結局は精神が全てを可能にするんではないかなと思いますよね。やっぱ投資もそうですけども、ビビっていたら狼狽してさらに。 冷静な判断力を失って最後のお金まで吐き出すってことになっちゃいますし一発逆転の競馬みたいなものをねそういう風な危なっかしいのを探すようになります本当にねギャンブルと投資があのイコールになっちゃう人っているんですよねで投資ってのはあくまで投資ですから投資の技術があればまあ負けにくいわけですよ投資の技術があればですよじゃあ投資の技術あなたは持ってますかって聞かれた時にありませんってことになっちゃうとそれは勝てないですよねってことになっちゃうんですよだって投資で勝つ人ってのはあのはやっぱりね投資の心構えとかできてる そしてスキルもあるるでリスクエッももしているもう叶わないでしょここまでやられたら <laughs> えっと物と心の段取りうんそれはいりますね、はい、でもねやっぱりユーチューバーを始めようと思っている人のほとんどが始めてないんですよで始めてたとしても単なる反復労働になってるんですよね同じことをやっていけば同じ結果が続くだけなんですよねだから続けることが大事だよって言ってもそこには工夫と変化ってものを少しずつ盛り込ませないとまあ 工夫と変化のある、えー、結果にはならないんじゃないかなというというころでございますね。えー、それでは本日はあ以上でございます。あ、そうだ、今日は速カジュの塾生さんにあの儲かる何無料で儲かるアプリあれのなんか動画 URL をつけておきますんでね。先行してやってください。で、この放送を見てるんだけども速カジュの更新通知が来ない方はすいませんけども、えっ、ー、と速カジュの方がねほとんど見たかなって言った後に。 一般公開させていただきますでは今日の更新通知をお楽しみにいってらっしゃい